スナリは預かった。助けたくば寺に来い。黒服めか。なんで三成が捕まってんだ。まあとにかく急ごうぜ清正。我らも三成救出に参ったのだ。敵将撃ち取ったわ。敵の力量を計り損ねるとは。控えるは王国無双の本田忠勝。しかも士気が高く勝ち目は薄い。黒田長政ら三成と仲が良くない将を倒せば敵の士気も下がろうが、果たして開門。黒福面さんから指示か。何々。三成を救いたくば立ちふさがる将を倒せ。忠勝ならば裏を支えるのは半蔵。奴を倒せば忠勝の士気も下がるのか。こいつが本物の半蔵だ。徳川家康次男の俺にはわかる。誰も通しません。ではない。急げ。
さんからまた指示です。今からお前たちには競い合ってもらうぞ。すべての武将を己の手で倒せ。先を越された者に三成を救う資格はないか。開門。まだ。俺を甘く見るな。急げ。平八を凌駕し、三成を救ってみせよ。配下ばかり、呉服門の正体は家康さんなんですかね。開門。開門。ここだ。
食いたくば俺を倒すんだ。遅かったな。死ぬかと思った。じゃーん、黒覆面の正体は私でした。さ、三成、まだまだ付き合ってもらうからね。おねねさん、もう勘弁してください。俺は十分協力したはずです。勝利条件変更。おねね様の頼みとあれば断れぬべな。三成、徳川の総力を挙げていざ参る。開門。いただこう。見立て通りの活躍だ。さあこっちにおいで。みんなの心見せてもらうから。開門。骨のないショーであったな。戦況は全て把握済みだ。敵将討ち取ったり。このまま走り続ける。無念じゃ。ブバタラキ、はい。俺より強くね。さすがといったところか。Thank you.
みんなで守ってってね。オネネ様、俺この試練忘れません。天におねねさん、クロック面をください。清正、それには俺の汗と涙が飛び散り、いや、あえて夢を破ることもない。